トルコの大統領は、トルコ共和国の国家元首たる大統領である。1982年に制定された、現行憲法では、大統領は、立法府である議会により選出されると規定されていたが、2007年の憲法改正により、国会議員20名以上、または、直近の総選挙で10%以上の票を得た、政党に推薦された候補者から、 国民投票により選出されるよう規定が改められた。第1回の投票で過半数に達した候補者がいない場合は上位得票者2名による決選投票が行われ過半数を得た候補者が当選する。憲法の規定により任期は4年とされ参戦は禁止されている。また国会議員との兼任も禁止されている。旧規定では 大統領の選出は、議会での第1回の投票で3分に2以上の得票する候補者がいなければ、第4回まで投票が行われる。ただし、第3回で決定しなければ、第4回の投票は過半数の得票を当選条件とするとされていた。また、任期は7年間とされ、再選も禁止されていた。トルコ共和国憲法104条の規定により、 大統領の権限は以下のように定められている。大統領官邸は首都であるアンカラ市内のチャンカヤ地区に置かれている。トルコ政界では官邸所在地のチャンカヤがしばしば大統領を指す別称として用いられる。ありがとうございます。